体壁。これはですね、うん、体に効く体壁を生かす生態法、片山洋次郎さんの著作のもので、はい、うん、これも体壁でバランスをとっていこうねっていう、体壁を知ると性格がわかるよとか、っていう本なんですけど、うん、あとはなんか、この、尿が出にくくなったらここ押すといいよとかっていう本なんですが、うん、まあ、生体の人ですもんね。はい。これの一番初めに、体壁を測ろうっていうのがあるんですね。はい。で、体の体壁をちょっと、まあ、ここでも書いてあるんですけど、体は楽器の集合体であると。うん、脳、呼吸、消化、泌尿器、うん、内臓など、うまく調和して鳴り響いてる時が健康な時だよと、うん、その調和が崩れて気持ち悪い音が鳴ってる時が体調の悪い時ですと、うん、でどの楽器が一番よく響くか、うん、あるいはその歪んだりしやすいかで、うん、パターンの違いで体壁っていうのが分かると、うん、っていうので、まあ、骨盤が脳のコンダクターである、はい、骨盤ここですね、うん、まあ、ちなみにこの、この辺に多分腰椎が並んでるんですけど、はい、で測っていきましょうというところで、じゃあまずこれで体壁の4つのパターンが絞り込めますというところで、まず1番目は、体調よろしいですか。壁に背中とお尻をつけて立つ。背中とお尻、背中とお尻、背中とお尻、はい、かかとはつけなくてもいいです。はい、でまあ自然な形で、はい、で、上半身を30度以上曲げると苦しいかどうか。これね、今ね、45度ぐらいあると思う。はい、それが苦しいかどうか。30度ぐらいなら苦しい。これ以上は苦しい。なるほど。はい、どうですか、これ。でも若干苦しいかって言われると苦しい方なんですね、多分。で深くお辞儀をすると、もうなんか、おっとって、ね、はい、足が前につのめっちゃう。皆さんこれいかがでしょうか。お辞儀をしてみて、苦しいかどうか。はい。レディーゴー。体調どうですか。苦しくない感じ。苦し、まあ、30度ぐらいなら苦しくない。僕は苦しいと思った。はい。で、これで何がわかるかというと、イエスの場合は、5種か6種。うん、はい。になりますと。イエスというのは苦しい。苦しい。うん、苦しい人は5種か6種に該当します。うん、じゃあ、ここから、はい、じゃあ苦しかったとして、はい、次のテスト、次は5か6かを分けます。はい、5か6かを分けるのは、うん、座り方をチェックしますと。うん、腰をかけて、疲れてくると、うん、背中を反らしたくなる。要はこうやって腰をかけてて疲れてくるとこうしたくなる、ピンとしたくなるか、腰かけていると姿勢がどんどん悪くなっていく。どっちですか。これ難しいな。あ、もしかしたらもう全く、要はこの前に倒したやつが疲れない、あ、苦しくないって話だったので、はいはい、全くなかったのかもしれません。この座ってて、はい、座ってるとだんだんこうなって、楽な姿勢をしようとするとこう反ってくる。なるほど。背中自体はだから反ってる。いや、丸めるのは僕、うん、よくこうやって、まあ、仕事がこのパチパチなので、うん、はいはい、パチパチやってて、よくこうやってやるんです、ね、あんまり分かります。ギュッて、でそのギュッてこうやってやるのが、はい、もう持たれちゃう感じ。ああ、僕、持たれるのはないです、ね。持たれちゃう感じで、こう、反ってる。なるほど。うん、で、僕はまず、ここで、うん、ちなみに、まず、前に倒れて、苦しいっていう人は、5か6の可能性がある。で、疲れてくると、背中を反らしたくなるのが5、5、うん。腰をかけてて、うん、もう、苦しくなって反らさずにどん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 こうやって姿勢が悪くなっていく、うん、っていうのが6だそうです、はい、前後の5か6っていうのがまず分かりますと、うん、5か6か分かりましたねと、うん、まあ限界はありますからね、苦しくない限界、はい、でただ苦しいと思った人はここでまず5か6かがつかめますよ、うん、はいはいはい、
じゃあ次、うん、まあ苦しくないよっていう人は次行きますと、うんうん、本当はこれ寝てやるのがいいんですけど、うん、骨盤の開閉テストですと、うん、まあ本当は寝るのがいいんですけどね、仰向けに寝てもらって、はい、呼吸に合わせて両膝の間、両膝の間を閉じたり開いたりするんですね。本当はまあ寝た体勢がいいんですけど、はい、で寝た時に息を吸いながら開き吐きながら閉じるのがやりやすいか、息を吐きながら開き吸いながら閉じるのがやりやすいか、開くときに息を吸いながら開いて吐きながら閉じるか、吐きながら開いて吸いながら閉じる、吸いながら開いて吐きながら閉じるか、吐きながら開いて吸いながら閉じるか、吸いながら開くかもしれない。はい、はい、僕はこれは吐きながら開くんですね。ああ吐きながら開いて吸いながら閉じるがやりやすい、うん、で、うん、プラス体調は息を吸いながら開き、はい、吐きながら閉じる方がやりやすいって言った、まあうん、やりやすいというか多分そっちが自然って感じだ、はい、うん、でプラス布団で寝るときに、うん、丸まって布団に潜って寝るか、うん、大の字で寝るかどっちですか、うん、うつ伏せは、うつ伏せは書いてないですまあ丸まってなのかな、こう丸ことはないけどまあ大の字ではない。なるほど、はい、僕は、うん、結構、はい、こんな感じで寝るんです、うん、でこれで分かるのが、吸いながら開き、うん、吸いながら開き、うん、吐きながら閉じる方がやりやすくて、丸まって布団に潜って寝るっていうのが、うん、開閉型の Q、うん、吐きながら開き、うん、はあ、吸いながら閉じるが、うん、で大の字で寝るが10、うん、でどちらでも言えないっていうのはまた次にあります、うん、大丈夫でしたら Q かもしれない、 Q かもしれない、はい、まあそのどっちが楽かっていうとどっちもそう変わんないけど、はい、どっちが自然かというと急な感じ。なるほど、はい、やりやすいとかやりにくいとか。でも吸いながら開くのがやりやすいですね、やっぱり、うん、僕そのやりやすいとかやりにくいとかはなくて、どっちをやりますかって言われたら、そうですね、確かに、はい、でまあ、もしくは、まあはい、丸まって寝るのが急で大の字で寝るが10だね、はいはい、で本当はまあこの吸いながら開き、うん、吐きながら閉じプラス丸まって寝るが9、うん、吐きながら開いて吸いながら閉じるのがやりやすくて大の字で寝るが10、うん、っていうのがあって、でもここでバッチリの人は9で10っていうのがつかめる、うん、でもまたここでもどちらでもないっていうのが次、はいはい、ねじれテスト、はい、拳を握って力を入れながらねじるっていう時に、例えば肘を曲げた方が力を入れやすい、うん、ギュッて、なので自転車のペダルを漕ぐ時に自然にこうやって肘が曲がる、あ、はい、ギュッて自転車を漕ぐ時に、うん、そうですね、うん、ここで曲げたくなるのか、うん、か肘を伸ばした方が、肘を伸ばした方が力を入れやすい。でこの肘を伸ばしたっていう、うん、この人が上体を反らすのが、はい、まあ、手をついてもいいんですけど、うん、ギューって45度以上曲がる、はい、で手首が柔らかいか柔らかいか分かんないです、柔らかいか分かんない上体が反らせるかですね。でこれで肘を曲げた方が力が入りやすい、要は自転車のペダルを漕ぐときにギューって曲げたくなる人は7種、うん、伸ばした方が力が入れやすい、うん、でかつ上体がギュッて45度以上反らせる人、寝た時にね、うんうん、が8、
この反らせるかは硬くなってる。あ、でも、うん、多分手をつけば。あ、手をつけば。はい。うん、多分握り締めるときに、そう、力を強くしたいときに、うん、ギュッて。多分握力系のときは伸ばしますよ。でも超えてる人もいますよね。うん、あ、僕は伸ばします。僕も伸ばします。うん、はい、ガッてこんな感じですよね。はいはい、これが8、うん、ちなみに僕反らしてみたんです、反らせるかなと、うん、そしたら結構反らせたので、うん、8かなとはちょっと思ってます。はい、はいはい、でこれでまたどちらでも言えない、うん、ってなると次は首緩めテストですと、うん、これはちょっとちょっとお行儀悪いんですけど、椅子に座って足を机の上に乗せる。はい。で、すいません、隊長すいません。はいはい。で、首を反らせて、両手のひらで包むように触る。こういうことですね。で、こういう姿勢をすると楽だか、特に楽ではないか。僕は、楽じゃないんです。はい。隊長どうでした？僕はまあまあ楽です。そうです。なんかこうやって反らすって言ってましたもんね。はいはい。はい、楽だった。はい、楽じゃない、うん、で楽な人、はい、楽な人は、まあ、そうやって反らした時に、うん、首の後ろ側が温かく感じるか、首の横の方が温かく感じるかと書いてあって、はいはい、首の後ろの方が楽か横側が楽かって書いてあるんですね。あ、支える場所がこんな感じですね。首をやった時にだと、うん、首が長く、カマキリ型で、上下の一種。一種。一種。はい。はい。で、まあ、姿勢が楽だっていうところから始まり、うん、後ろがあったかい人が1、うん、横があったかくなる人が2。うん、要は、1の人は首が長いカマキリ型。うん、僕、気持ちいいんだとしたら、うん、横なんですね。はいはいはい、あったかい、横が暖かくなる、うん、は首が太く長いゴリラ型、うんうん、となり、で先ほどのこの姿勢をやって、はい、うん、特に気持ちが良くなかった人は、うんうん、左右テストですと、うん、力を抜いてこの右に曲げる方が楽か左に曲げる方が楽かっていうのをやりますと、はい、で右に曲げる方が楽な人は、うん、左右の3、うんうんうん、左の方が楽だっていうのは左右の4、うん、楽じゃなかった人、楽じゃなかった人、うんうん、っていうのでだいたい3つぐらいつかめるんじゃないかな、はい、